った。うまい。うん、泣かないのか。最近食った。うまい。ああ、あ、よかまえ。うん、よかまえ。ロブスターだった。おー、いいね。ロブスターか。おー、いいね。暇だな。確かに。うん、なんかさ、こう、パッとさ、海外とか行きたいね。あー、いいね、海外。彼女でもな、言えばな。あー、彼女ね。難しい。あれだね、俺とお前はしょっちゅう一緒にいるな。あ、まあ。でもさ、男同士の方が何かと気ぃ使わなくてもいいしな。あ、まあ、でも、まあ、彼女と一緒にいるときも、そんなに気は使わないけどね。あ、もし彼女がいたらでも。え？お前、彼女いるの？いや、いないよ、いないよ。だって俺知らないよ、そんなの知らないよ、俺彼女いないよ。いや、お前、嘘だろ。お前、彼女いるの？うん、お前、彼女いるの？あれ？言ってなかったっけ？ちょっと待って、俺聞いてないよ、そんなの聞いてないよ、聞いてないよ。だってさ、今だよ。彼女でもいればなぁと俺聞いた時にお前が彼女ね、言ったじゃない、そこでなんで言わないんだよ。ああ。しかさ、もっと前に言うじゃん、そういうことってなんで言わないんだよ。いや、お前彼女いいのかい。うん、いつから最近だよ。ああ、1年くらい前。1年くらい前だって俺とお前は結構頻繁に会ってるよな。おー、そうだ。で、なんで言わないんだよ。おー、いやー、はぁ、なんかよ、なんかないんだよ。ほら、なんかよ、ほら、シャシ、彼女だよ。携帯に？あれ？いいよ、早くしてよ。彼女のよ。これ、彼女だよ。外人じゃないの？お前、外人に付き合ってるんだよ。今、彼女の話をしていた時に、何で言わないんだよ。外人だね。外人いたわけなんでしょ。僕の彼女、外人でーすってさ。なんで言わないんだよ。聞かれなかったからな。いいよ。普通は聞かないです。彼女できたやつに対抗一番ない時代を見るのが。お前、バカじゃん、お前。ていうかさ、何人だよ。アメリカ人だ。お、スウェーデン。スウェーデンだよ。逆に逆らわないんだよ。スウェーデンだよ。スウェーデン。僕の彼女はスウェーデン人です。はっきり逆らわないか。ちょっと待ってよ。大体どうやってスウェーデン人のオーナーと知り合う？どこで知り合う？あ、なんか外人ばかりのコンバがあって。じゃあちょっと待って、外人ばかりのコンバって何だろう。なんかお前以外みんな外人なのか。そこでなんだよ、お前がいるんだよ。外人。彼女のスウェーデン人が、で、そこで彼女を作るね。で、どういうこと？っていうかさ、なんでそんなコンパニー行くって言わない？ねえ、来てよ。外人バッグのコンパニー今度行くんだよ。とかさ、ああ、いいなぜ、外人バッグのコンパニー行くぜ。とかさ、言わねえの？そういうの？なんで言わないの？あ、そっか。なるほどな。わかった。俺、お前、付き合いないからわかったよ。それ、あれだ。お前、別に何を隠しているわけじゃないだろうか。あ、別に隠してない。そう、分かる。別に隠しているわけじゃないんだろう。ただ言わないんだよな。あ、それ、そうだろう。お前は、そうなんさ、そうだろう。あ、隠してない。分かる。隠してないよ。ただ言わないんだよな。ただ言わないんだな。あんま、彼女にやってないよな。あって、あってねえよ。俺が見たことないんだぞ。あってねえ。だって今日、だって
仕事はなぁと会う約束してるし。ちょっと待って待てよお前。うっそ、俺がさっきさ今のなって言った時にお前が確かに言ったじゃない、言われるんじゃないか全部なんで全部言わないんだよ。スウェーデン人の女の仕事ってな、何なんだよ。あ、軍隊だ。軍隊なんだよお前。スウェーデン軍だよ。そう、軍隊の兵隊だよ。兵隊じゃねえ、軍曹だよ。軍曹スウェーデン軍曹かい、女の軍曹かよ。当たり前だろ。当たり前だろってお前。それちゃんと付き合ってるの。本当に付き合ってる。いやお前大丈夫か。鬼軍曹じゃないのか。鬼軍曹じゃないよ。無理だ、ちゃんと付き合えてない。付き合ってる、相手軍曹で付き合ってるわけないだろ。ちゃんと、だってこの前だって2人でハワイに行ったりしてた。もうハワイって何だよ。ハワイっていうのはアメリカって。ハワイは知ってるんだよ。お前ハワイに行ったのかよ。ねえねえ、ハワイ行ったの。今ないハワイだぜ。ハワイ、ハワイ行ったら痛くない。俺プールなんて言うぜ。あ、俺プール行ったんだって。で、どうして後輩って言わねえんだよ。お前の前は俺のプール行ったか。俺がサッキパッド海外に行きたいな行った時にお前ちゃんとホワイトコート言えよ。いつ行ったんだホワイ、いつ行ったの、いつだよ。ああ、1週間くらい前。待って1週間くらい前。俺を前にやってないか。あ、合ってる、あの行く前の日。合ってるな。で、いつ帰ってきたの。ああ、3日前。3日前、待て3日前も俺を前にやってないか。帰ってきた日にあった。合ってるよな。っていうことはお前は、お前がホワイン行く前より帰ってきた日に俺に会って、これでホワイン言わねえんだ。この通知をぶち殺すんだ。あ、でもお土産は買ってきてる。ゴミやもんね。なんだお土産は。プレゼント、うるせえよ、捨てんだよ。今はないんだけど、でも、うん、買ってきてる。お見かけがあるんだ。俺の前が俺に言ってることも全然知らないのに、お見かけだとは思った。どうせあれだろ、何も言わないで。はい、と渡すんだよ。俺が、これ、何と言ったらお前が、あ、それ、お前のお見かけって。お前、初めてお前のこと言っちゃうんだ。そこで俺は、お前、お前言ったのかよ、びっくりする。何笑ってんの、お前。俺、笑わしてねえよ。待って。3日前に帰ってきたって言ったよな。っていうことはお前は4日前にハワイに行った。4日前にか。ロブスター食ったって。それはハワイに行ったんだ。ロブスター。ハワイ。ロブスターの時にハワイ行けよ。なんで言わないんだよ。聞かれなかった。聞かねえよそんなこと。俺ハワイが言ってること全然知らないんだぞ。俺が言うのこれで、ね、お前はロブスター食った。で、俺が、あ、ごめん、ちょっと待って、それ、ホワイトショート言うな。それで、俺は当たるんだ。お前、それ、どんな格好だよ。お前、全部、いいべきなんだよ。ホワイトのことよ。ハワイって、遊びに行ったわけじゃないんです。遊びに行ってないわって。じゃあ、お前、何しに行った。教会のさ、教会ってなんだ。なかなかいい教会。なかなかいい教会ってなんだ。実は俺、ちょっと待って待ってよ。待って、おお、これまさかだぞ。これまさかだけど一応言うな。お前結婚するんじゃないだろうな。あれ俺言ったっけ。言ってないよ。夏ってもうそこじゃねえ。そしたらなんで言わないんだよ。俺
ないです。彼